決戦に向け準備は整った。リガーレ東京との準決勝戦、この試合に勝てば関東大会進出が決定する。さあ、いい声かけていこうぜみんなで、はい、ポジティブ、はい、ポジティブなコラソンでテンション上げて戦おう、はい、行こう、はい、いきます、ナッカーイバーン、しかしこの日 FC 中井は予想だにしない試練を迎えるのであった。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂き。第35話、ほころび。 FC 中井が挑戦する全日本フットサル選手権、その予選は各都道府県で行われている。東京都よりも一足先に神奈川県の予選が終了。関東大会進出を決めたのは、いや強いね、5対5で延長だよね、それで勝ち切るってね、やっぱり俺らと試合するときもさ、いつも、ね、俺らリードしたりするわけなんだけど、でそこから、ね、最後にこう追い上げられてっていうのは、ね、やっぱり権田のこう強さっていうのを、ね、今回の選手権でも出たって感じだよね。神奈川県の代表はコロナフットボールクラブ権田だ。延長戦で決めてめっちゃ盛り上がって、うわいいなと思って、すごいみんな喜んでて、ちょっとあれ味わいたいなと思いました。戦いたい、関東大会でね、ソフトもいるし戦いたいな。明日集中して絶対に勝ちたいと思います。優勝したいですね。いや多分優勝と2位じゃ全然違うと思うんで。ライバルたちが待つ関東大会に出場するためには FC 中井は東京都の代表の座を勝ち取らなければならない。東京都の出場枠は3枠だ。シードを含め勝ち残った4チームでその3枠を争う。準決勝当日は試合後すぐに決勝戦と3位決定戦が行われる。もし準決勝で負けたとしても3位決定戦に勝てば東京都の予選通過は叶う。しかしただでさえ他のチームよりもプレッシャーの大きい FC 中井が3位決定戦に進むことになれば、さらに大きなプレッシャーと戦うこととなってしまうだろう。毎試合毎試合言ってるけど、まあ負けたら本当に終わりなんで、まあ、選手それぞれ明日の試合の意識の持っていき方とかあると思うけど、まず一戦やって関東大会に出場する権利を得て、まあ、決勝で優勝するっていうところをしっかりやって描きながら過ごしていけるようにしていきましょう。はい、まあ、メンバーだけ見たら勝たないといけない試合だし、もう本当にそこはやっていきましょう、はい、FC 中井が目指すは F の頂き。ここで負けるわけにはいかないのだ。なんとしても関東大会への切符をつかみたい。
明らかにもう足元。腰を負傷していた森岡は準決勝の3日前に実戦復帰。負傷から数日は歩くことすらままならなかった中で、懸命なリハビリと治療を行い、なんとか試合に間に合わせた。だいぶ良くなりましたよ。本当にこれまでいろんな方々が手助けしてくれたので、それはもう本当にありがたいです。まだね、やれますよって言ってくれるところはやっぱすごくもう素直に嬉しいし、僕もしっかり直して試合に出なきゃなっていうふうになるんで、はい、本当にありがたいです。今回ぎっくり押ししてやばいな、1週間で治せるかっていうのはすごく不安でしたけど、まあ今日になって安心してる部分は大きいかな。よかったっす、めっちゃよかったっす、はい、様々なことがあったこの2週間、選手それぞれがコミュニケーションを取り、着実に連携を高めてきた。全ては勝利のため。はい、あとはもう明日にテンションと気にしてくれるだけだと思うんで、だけではないんだけど、確認することとかもあると思うんだけど、テンションとカラスも最重要にしてるんで、また明日いい状態で会いましょう。はい、よし、まあ、明日は2試合あるってところで、いただき会を経験したメンバーは分かると思うけど、本当に何が起きるか分かんなくて総力戦になると思うんで、全員がしっかり準備して絶対に acho que, né, passamos por várias fases, então a gente está tendo mais uma chance de poder passar mais uma fase. Então, e bem concentrado, porque amanhã vai ser dois jogos difíceis, então tudo pode acontecer. Onono ga, sono, jibun ni ima dekiru koto, totoeba soto ni iru n dattara koe dasu toka, hagemasu toka, soitta no wa dekiru shi, ma soto kara totoeba dokka shibu ga morete iru n dattara koe kakete tasukete ageru.中はその出れない選手の分まで走る。でプレーでパスがうまくいかない、それだったら守備一生懸命走るとか、何か多分できることは一つあるはず。だからそういったところを、じゃあ自分は明日何をやる、でうまくいかなかったらこうするっていうのをいいイメージ作って、これからの時間過ごして明日の試合に向かってやっていきましょう。よし、絶対に勝ちましょう。よし、終わります。3、はい、アップ、アップ。お前がこうやってボールを置いて構えたら、お前がディフェンスだったら、この人どっちにパスする？ハーツタイトつけたら。何でもこうやって構えた。俺はもうないって言ってるんだよ、これ体に。だから3、1のボール。で、毎回こうやってみんな叩くんだ、こっちに。じゃあ聞くけど、左利きではない。わかる。そうするとどうなるかって、こうしてることでもう相手にここに出すよって言ってる。まず一つ。で、出したことで、さっき突かれたのはね、なぜかというと、右でドリブルするから、左だったらこれでキープできるけど、できないからやられる。ってことは、こっちで、こっちに出して、全部が全部じゃないよ。それか、こういう、真ん中向いて、どっちにも出す。そうすれば、逆どうなる？逆の、絞るでしょ。で、絞ったら、出しても取られない。試合前日の練習後も、修正を重ねる選手たち。決戦に向けた準備に余念はない。そして大会当日、この日東京都の代表3チームが決定する。まあ、まずはやっぱり自分たちの、ね、プレッシャーがいつも大きすぎるから、まずはそこなんだけど、本当に自分たちのペースをつかむっていうところで、本当は最初シンプルでもいいし、チャレンジするところはもう相手陣内だったらチャレンジして、全員選手が自分のプレー、自分たちのプレーをいつも通りプレーをできると。でまだ最初バタバタしてるから、そこをまずは相手どうこうっていうよりも、まずはそこを見つけていって、もちろんまだこう100点っていうわけじゃないけど、
そのバファローズ戦と比べた時の完成度っていうのはかなり高くなってきたから、それをね、やっぱこの本番っていうこの緊張感のある中で出せるかどうかっていうのは本当に大事になってくるから、そこをね、見せたいよね。今日ね、有観客で人も入るし見に来てくれるってことなんで、まあそこでね、披露したいよね。いや不安しかないね。もう今はピッチに立ったらもうね、いつも通りのプレー、熱いプレーができるけど、やっぱこのチームでもっともっと続けたいし、ね、来週も再来週も練習をして、さらにね、チームの完成度というのを高くしたいっていうのは、ね、多分みんな思ってると思うから、自分が試合出たい、活躍したい、チームを勝たせたいっていうのはね、もうみんな強い思いを、ね、どこのチームでも持ってると思うから、まあでもそこを持ってたらね、絶対負けることはないと思うんで、もうそこをね、確実に掴んでいきたいと思います。はい、お疲れっす。準決勝、リガーレ戦ということでやっていきましょう。まあ、あの2週間また、ね、準備期間があってやってきたわけだけど、まあ、少しアクシデントがあったり、リーグ戦があったり、少し、ね、なんかこうストレスかかるところもあったけど、やっぱりストレス適度にあった方がいいと思うし、まあ、あとは2セット組んで、やってきた中で完成度を高くしてきたはずだから、まあ、いい緊張感を持って挑めば、絶対にいい試合になると思うし、勝っていきましょう。リガーレは3-1 とクワトロセットを使い分けてくるチームで、基本的に構築の部分では裏を狙ってくるような形が多くて、まあ経験値も高い選手が多いイメージ、前にもやったことある選手が結構いて、昔からなんか守備は硬いっていうイメージがリガーであるんで、多分セットプレーでチャンスを結構作ってるんで、相手がどうやって対策してくるか分かんないですけど、だからそれをまあ早い段階で気づいて、どれだけ修正してチャンスを作れるか、1試合目勝てばまずは関東大会決まるんで、まあどっちにしろ優勝しか多分みんな見てないんで、まあ1試合目で勢いに乗って決勝勝ちます。その1つ目一番大事だよね。1つ目勝ったらもういただき杯もそうだけどさ、2試合目なんてあとは結構気持ちでなんとかなっちゃうから、1試合目で全部出し尽くして2試合目のこと考えなくていいと思う、俺は。だから、まず1試合目で絶対勝ちたいんで、カオルさんのなるべくマックスを引き出して、自分も それにプラスアルファでいいところを出せれば、それでチームに貢献できたらいいかなと思うけど、あとはディフェンスは俺は頑張る、その多分役割として与えられたところもそれがもうあるから、みんなのカバーしつつフィクスを入ると思うから潰しまくる。ガク君がこの前からあの試合に出れるようになって、今までは中井さんだったり、まあ、ゆうた君の2人組をの関係は築けてたんですけど、新しくガク君との2人組っていうのを築けたんで、まあ、そこをあの試合で発揮して、まあ、そのホットラインで点取れたらいいなと思います。ちょっとこの前の試合も結構チャンスあって外しちゃったんで、1点今回はちゃんと決めれるように頑張ります。FC 中井が全てをかけて戦う準決勝、戦いの行方やいかに。いい声かけていこうぜみんなで、ポジティブ、ポジティブなコラソンでテンション上げて戦おう、行こう、行きます、中井バーン。スターティングメンバーは岩崎、中井、宮崎、ブルノ、渡るだ。
試合開始。中井からブルノ、ブルノから宮崎、ダイレクトで前線の渡る。開始早々ビッグチャンス。直後深い位置でのキックイン、キッカーは宮崎。これはカットされ、リガーレ東京大きくクリア。FC 中井のゴールクリアランス。渡るから宮崎、前線に柔らかいパス、中井が追いつく。 FC 中井次々とチャンスを作り出す。 FC 中井の攻勢は続く。ダイレクトで宮崎、逆サイドのブルノへ。ブルノが仕掛ける、サイドを突破。これは枠の外。この勢いで先制点を奪いたい FC 中井。リガーレ東京、低い位置でのキックイン。5番田島からキーパーの石崎、一気に前線へ。9番木村が折り返してゴール前が空いた。これを決められてしまった。先制点はリガーレ東京。 FC 中井ここでメンバーチェンジ。まだまだ試合はこれからだ。 FC 中井いい位置でのキックイン。伊藤から森岡、こぼれたところ内野、キーパー石崎、ビッグセーブ。リガーレ東京のキックイン、ふわりと浮かせてボレーシュート、岩崎弾く。これは枠の外、ピンチをしのいだ。メンバーチェンジした FC 中井、キックイン、中央の宮崎、逆サイドの渡るへ。中へ運び、再び中井、渡るが抜け出す。 FC 中井コーナーキックを得る。キッカーは宮崎、ふわりと浮かせて中井から渡る。これはキャッチされる。リガーレのカウンター、 FC 中井素早く寄せる。ブルノナイスディフェンス。ここで宮崎に代わり千葉がピッチへ。リガーレ東京のキックイン、一気に前線へ。千葉弾き返す、中井から千葉、ドリブルで仕掛ける。中井とつなぎゴール前。森岡のシュートはまたしても相手キーパーのファインセーブに阻まれる。しかし FC 中井攻め続ける。ブルノから逆サイドの千葉、中へ運びサイドの森岡、森岡キープし抜け出した中井へ、サイドに流れてゴール前千葉。前半9分、流れるような連携でスコアを振り出しに戻す。 FC 中井の攻勢は続く。岩崎から中井、ゆっくりと持ち上がり前線の森岡へ。森岡キープ、再び中井へ。千葉が相手の裏を取る。リガーレ東京も追加点を許すわけにはいかない。リガーレ東京のゴールクリアランス、キーパーからサイドへ、ブルノが寄せていく。この位置で奪ってシュート。 FC 中井コーナーキックを得る。ブルノすぐさまリスタート、森岡スルーし中井、キーパー弾く。リガーレ大きくクリア。中井このクリアボールを収めてすぐさま攻める。サイドのブルノ仕掛けていく。森岡から中井、再びブルノ、キープして中井、逆サイド森岡、反転して仕掛ける。これはリガーレ東京のファール。FC 中井フリーキックのチャンス。キッカーはブルノ。ブルノから逆サイド森岡、シュート。おっと、これはアクシデント。森岡の足が中井の顔面に直撃してしまった。レフェリーがすぐさま担架を呼ぶ。立ち上がることができない中井。
中井は試合続行不可能、救急車で病院へと運ばれることとなってしまった。中井に代わり内野がピッチへ。どんな状況になろうとも負けるわけにはいかない。森岡は切り替えて試合に臨めるか。リガーレ東京のゴールクリアランスで試合再開。低い位置でパスを回していく。11番高橋一気に前線へ。しかしこれは通らず、岩崎前線の森岡へ。森岡キープ、ブルノへ。ブルノから内野、中へ運んで森岡。次々とパスを回していく FC 中井。ブルノから森岡、ダイレクトで内野、森岡抜け出す。ここはキーパーが飛び出してクリア。もう一度流れをつかみたい FC 中井。直後のキックイン、森岡から中央のブルノ、もう一度森岡。森岡仕掛けるか、逆をついてシュート。しかしこれはキーパー正面。キーパー一気にゴールへ蹴り込む。これは枠の外。 FC 中井の攻勢は続く。ブルノから森岡、リガーレ東京固いディフェンス。リガーレ東京キーパー石崎一気に前線へ。これを森岡がカット。 FC 中井カウンター、切り返して中へ、逆サイドへ運ぶ。千葉へ、再び森岡、逆サイドのブルノ仕掛けていく。チャンスはあれどゴールが遠い FC 中井。 FC 中井森岡に代わり宮崎がピッチへ。千葉から宮崎一気に前線へ。これが千葉に通る。しかしこれは枠の外。リガーレ東京すぐさまリスタート。 FC 中井コンパクトな陣形で寄せていく。24番一気に前線へ。しかしこれは通らず、ここで千葉に代わり渡るがピッチへ。 FC 中井のキックイン、渡るキーパーと1対1。内野が寄せる。リガーレキーパー、これはハンド。 FC 中井ゴール前でのフリーキックを得る。 FC 中井ここでメンバーチェンジ。このチャンスを決め切りたい。キッカーは宮崎。これはリガーレ11番高橋にブロックされる。直後のコーナーキック、ブルノから森岡、11番高橋がチェックに来る。森岡仕掛けるか、ここは高橋のディフェンスに阻まれる。 FC 中井の攻撃は続く。キックイン、内野から中央のブルノ、森岡へ。しかしこれはカットされリガーレカウンター。内野ナイスディフェンス。今度は FC 中井のカウンター。両チーム魂のディフェンスを見せる。直後のコーナーキック、ブルノから森岡、リガーレまたしてもブロック。 FC 中井のコーナーキックは続く。ブルノから宮崎、これもブロック。森岡から岩崎へ、岩崎からサイドの宮崎、柔らかいパスがブルノに通る。リガーレ11番高橋、ここもカット。ここで森岡に代わり伊藤がピッチへ。ブルノから内野、もう一度ブルノ、スクラッチで仕掛ける。
11番高橋、ここも防いだ。FC 中井のキックイン、伊藤から渡る、スルーし宮崎、渡るが前線へ抜けていく。このパスはカットされ、リガーレ東京のカウンター。ゴール前、 FC 中井ピンチをしのいだ。FC 中井のゴールクリアランス、岩崎から宮崎、前線の森岡へ、森岡倒されリガーレカウンター。岩崎ナイスセーブ。森岡抗議するもノーファール。リガーレ東京のキックイン、中央を経由して逆サイドへ、ブルノが寄せていく。 FC 中井素早くプレスをかけ、攻撃の目を潰しに行く。千葉ナイスディフェンス、ここで奪って宮崎、サイドを上がっていく。ベテランディフェンダー高橋が FC 中井の前に立ちふさがる。残り時間は41秒。 FC 中井最後まで攻め続ける。森岡ゆっくりと持ち上がり中へ、逆サイドのブルノ、もう一度森岡、高橋がチェック、ブルノがシュート、ここも弾き返す。 FC 中井素早く寄せる、奪い返してカウンター。リガーレ東京硬いディフェンス、キーパー大きく蹴り出した。残り時間は11秒。岩崎から宮崎、ゆっくりと持ち上がりブルノ、宮崎もう一度受けてブルノ、逆サイドの千葉、ここで前半終了。 FC 中井猛攻を仕掛けるもリガーレの堅いディフェンスに防がれ、1対1で折り返しを迎えた。中井の不在は全員で埋める。経験豊富な選手たちを中心に前半の修正点を話し合い、後半での逆転を狙う。ここあれ多分相手狙ってくるから、これ絶対気をつけて。本当にでも2列目がめっちゃ声出してやれば大丈夫。どっちでも大丈夫。こうやって絞らせるとこうやって行かせるの。役割はっきりしよう。まず先にすぐ2列目落ち着いてね。あの裏取ってくる相手2列目大事だから。1点取ればもっと楽になるから、1点だけ。セカンドボールも早く反応しよう。本当にもあるよ。そうここの攻撃は出して誰か削るしたら、ここだね。そのセカンドボール自分のことできないで、ね、そうだったできないし、で俺らがもしヘディングするならそっと最初はっきりやろう。はっきりフリーだったら別だけど、もう基本は外ね。よーし、エンジン、立ち上がりです。
って笑顔で報告を。中居不在の FC 中居、勝負の後半戦が始まる。リガーレ東京のキックオフで後半開始。低い位置でパスを回して前線へ。ブルノ、そして内野がチェック。宮崎が奪って FC 中井カウント。これはわずかに合わず。 FC 中井の攻撃、ブルノから森岡、ここを奪われる。サイドから中央、しかし内野が狙っていた。 FC 中井カウント。森岡が寄せるもリガーレが奪い切る。リガーレ東京カウント。おっと森岡が倒される。しかしプレーは続く。25番木村、この位置から放った。強烈なシュートは枠の外。ここで内野に代わり明、森岡に代わり伊藤がピッチへ。ブルノから明、一気に前線へ。これは伊藤には通らず、宮崎に代わり千葉、ブルノに代わり渡るがピッチへ。リガーレ東京一気に前線へ。これは伊藤渡るが対応。一度後ろに戻させる。もう一度15番、中へ運びサイドへダイレクト。ゴール前は千葉が対応、守り切った。 FC 中井低い位置でのキックイン。渡る一気に前線へ。千葉が受けるもカットされ、内野大きくクリア。相手選手に足が当たってしまったか、右足を負傷してしまう。その内野に代わり宮崎がピッチへ。 FC 中井キックイン、渡るから宮崎、逆サイドの伊藤へ。伊藤この位置から仕掛けるか、縦に仕掛けるシュート。得意の形でゴールを狙う。ここでブルノ、森岡、明がピッチへ。岩崎から明、逆サイドの宮崎へ。サイドチェンジしブルノ、このパスはつながらずリガーレの攻撃。宮崎が寄せる、アキラも詰める。ここはアキラのファウルを取られてしまう。リガーレ東京の間接フリーキック、ゴール前、岩崎ナイスセーブ。直後のキックイン、一度下げて逆サイドへ、中へ運んで前線へ。宮崎がカット、森岡キープして、もう一度宮崎、ブルノとつないで逆サイドの森岡、一気に前線へ。キーパー飛び出す、こぼれたボールをアキラ、これはミートせず。リガーレ東京のキックイン、ふわりと浮かせてボレーシュート。おっと岩崎、ファーに詰めた相手選手と交錯、倒れ込んでしまう。岩崎ここは気合で立ち上がる。 FC 中井のゴールクリアランス、岩崎一気に前線へ。伊藤が追う、折り返して千葉、ゴール。千葉のスーパーゴールで FC 中井逆転。後半9分、両チームメンバーチェンジ。リガーレ東京のキックイン、
中央から逆サイドへ伊藤が寄せていく。宮崎と囲い込む。ここは一度キーパーへ。宮崎がカット、折り返して森岡へ。伊藤、 FC 中井立て続けの追加点ならず。 FC 中井のキックイン。ブルノから内野、もう一度ブルノへ。ブルノがドリブルで仕掛ける。前線の森岡、収めてもう一度ブルノ。相手キーパーファインセーブ。リガーレ東京カウンター。森岡奪い返す。ここは森岡のハンドを取られてしまう。リガーレ素早いリスタート。8番キープして逆サイドへ。アキラが寄せていく。ナイスディフェンス。リガーレ東京のキックイン。アキラ素早く寄せていく。リガーレなんとかクリア。森岡から宮崎、大きくクリアする。リガーレ跳ね返し打つの。リガーレが奪い返しサイドの24番へ。ゴール前。 FC 中井ピンチをしのいだ。 FC 中井の攻撃。森岡から宮崎、再び森岡、ゴールならず。ここでアキラに代わり亮太がピッチへ。 FC 中井のキックイン。内野から森岡、相手キーパーファインセーブ。 FC 中井メンバーチェンジ。リガーレ東京キーパー柴田、前線へ高く大きくスロー。これを渡るが弾き返す。このパスもカット。 FC 中井カウンター。これはリガーレ東京のファール。4番薄井にイエローカード。FC 中井この位置からの直接フリーキック。キッカーはブルノ。これを直接叩き込んだ。強烈な弾丸シュートはポストに当たりゴール。スーパーゴールで FC 中井がリガーレ東京を引き離す。リガーレ東京たまらずタイムアウト。リガーレ東京のキックオフで試合再開。残り時間は6分半。 FC 中井この勢いで勝利をつかめるか。ブルノがこのパスを狙っていた。これはリガーレ東京のファール。4番薄井抗議するもこの試合2枚目のイエローカード、退場となる。リガーレ東京は2分間もしくは FC 中井がゴールを決めるまで1人少ない4人で戦わなければならない。FC 中井は森岡、伊藤、内野、宮崎で追加点を狙いに行く。 FC 中井のフリーキック、キッカーは宮崎。これはわずかに合わず。 FC 中井攻め続ける。
宮崎から森岡、これはポスト。宮崎から逆サイドの内野、森岡とつなぎ再び宮崎シュート、これも弾かれる。1人少ないリガーレ東京、硬いディフェンス。再び FC 中井の攻撃、数的優位の残り1分で追加点を取れるか、パスを回してチャンスを伺う。これは合わず、 FC 中井コーナーキックを得る。伊藤から宮崎シュート、これは内野には合わず、リガーレ東京のキックイン。一度キーパーに戻す、キーパー柴田一気に前線へ、これがこぼれて決められてしまった。 FC 中井数的不利なリガーレ東京に反撃を許してしまう。内野に代わりブルノがピッチへ、なんとしてもこの時間帯で追加点を奪いたい。 FC 中井のキックオフで試合再開、パスを回してチャンスを伺う。ブルノから森岡へ、しかしこれは合わず、おっと森岡が倒れ込む。幾度となく放ったシュートで疲労がピークに、足をつってしまったようだ。森岡に代わり千葉がピッチへ、リガーレ東京のキックイン。キーパーが前線へ蹴り込む、これは宮崎がカット、ドリブルで駆け上がるサイドの千葉へ、下げてブルノ、パスを回してチャンスを伺う。もう一度宮崎シュート、これを叩き込んだ。ゴールの右隅をぶち抜く弾丸シュート、これで4対2。FC 中井の攻勢は続く。千葉から宮崎渡る、これはクロスバー、リガーレ東京カウンター。ここは守りきった岩崎から宮崎、キープして伊藤、ここは簡単に蹴り出す。リガーレ東京のキックイン、24番相原へ、ここは伊藤と千葉が寄せて奪う。千葉が駆け上がっていく、相手キーパーファインセーブ。残り時間は1分半、 FC 中井タイムアウトを取る。リガーレ東京のキックイン、最後まで集中して守りきりたい FC 中井。宮崎ナイスディフェンス。FC 中井のゴールクリアランス、ブルノから前線へ、しかしこれはカットされリガーレ東京カウンター。岩崎ナイスセーブ。直後リガーレ東京のコーナーキック、ゴール前ブルノがカット、内野大きくクリア。リガーレ東京の攻撃は続く、キーパーからサイドへ、内野ブルノが寄せる。
FC 中井決死のディフェンス。リガーレ東京のコーナーキック、ふわりと浮かせてボレー。 FC 中井ピンチをしのぐ。 FC 中井のゴールクリアランス、岩崎前線へ。カットされるも伊藤がカバー。しかしリガーレが奪い返す。宮崎が寄せていく。こぼれたボールはブルノ。リガーレ東京の攻撃を跳ね返し続ける。残り時間は9秒。リガーレ東京のキックイン。キーパー柴田一気に前線へ。内のカット、 FC 中井守る。FC 中井の勝利はすぐそこだ。リガーレ東京のキックイン、蹴り込んだ。ブルノ弾き返して、ここで試合終了。 FC 中井死闘制し、4対2でリガーレ東京に勝利。関東大会への切符を手に、決勝戦へと駒を進めた。勝ってみんなで中井に勝利の報告を。そのはずだったが、彼らに一体何があったのか。先導不在の FC 中井、決勝戦のキックオフが迫る。FC 中井リベンジマッチ。決勝戦の相手は2年前 FC 中井が苦渋を飲まされたチーム、府中アスレティック FC サテライト。東京都の頂をかけた戦いが始まる。しかし、ダウン。